昨日の CHC ナビの実演会楽しかったね。スーパーメカニック SL41 大丈夫かチェックしてる。大丈夫やったかな。あ、しかし今日から大豆の刈り取りのはずやったんけど、朝いらん雨降ったなこれ。いきなり出花くじかれてしまった。僕は今日午前中祝い餅のチラシを、折り込みセンターに搬入していきたいと思います、ね、いよいよお餅シーズンです。はい、大丈夫やったかな。はい、ドドンと3万2000枚かな、チラシ、祝い餅のチラシでございますね。こういう感じかな。林さんちの初老還暦祝い餅新米ご予約受けたまり中ってことでね、今回僕の還暦の時の動画をちょっとドンと出してみましたね。これを参考に注文くれると嬉しいですけどね。今年は、55歳が平成11年生まれ、初老が57年生まれで、還暦が昭和38年生まれの方でございますので、皆さんあの、ま、遅れないようにのお祓いなり、ね、親戚にお餅を配るなりしてください。イエーイ。はい、 DC1 大豆コンバイン出ました。平成元年製超マニアックマシンで、ここにデコンプのにワイヤーがついてて、これ引っ張らないとエンジンが止まらないっていうね。キー切っても止まりませんね。超マニアックですよね。袋取りですから、後ろはもうここでオープンね、丸見えでございます。いわゆるこれがスレッシャーね、バタ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 と落としていくわけですわ。はい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 、ここにもあるのかな。無事動いてくれよ。あ、確か一個テンションのが新品になってるはず。あ、これだ、これが新品のはず。あの ER467 が女王様ミルキーキン買ってる時に、これがこれ薄いやね、このペラペラのところが摩耗してすり減ってもげてしまったというトラブルがあった時に、DC1 のやつを急遽外しました。ちょっと直径がちっちゃいんですけどね、まあこれでも十分だということで、ベアリングとここのあの構造は一緒だったんでね。いやー、ここにこういうのがあるっていうのをちゃんと頭の中に浮かぶっていうのがすごいよね。そうやってもうなんとか緊急事態に、うまく対応できることができました。昨日のね、事前会の時に竜巻が金沢市内であって大変やってんね。知り合いのハウスもぶっ潰れて、そうだよね、どっかあの五郎島とか大野とか金沢港そば、夢田君とか実家のそば大丈夫、金岩は大丈夫やったみたい。まあちょっとずれただけや。ずれてんの、ここら辺あの3番ハウス1番ハウス潰れるわ。そうや、くっちゃくちゃになっとったの。ゾーッとする、あれ直すの大変やからね。さつまいもは関係ないよ。さつまいもの苗か何かの苗をハウスに作っとるわ。そしてなんか何とかずらっとあったけど全部ずれとったから、あ、相当強かったやんなと思った。ニュースでほら屋根飛んでったり、倉庫の竜巻はもうどうしようもねえって。俺らでもその頃あの田んぼで登り畑片付けて走り回ったときそこがこんくてよかった。CHC ナビごとトラクターで舞い上がっとったかもしれん。こっち来たらハウス潰れるわ、まず飛んでくわ。この屋根飛ぶようなもんや。そうや、飛んどった、完全に飛んどったよ。あんまは思うんで米べちゃべちゃになった、竜巻だけはわからんわな。これもう何年経つんけ。35年目。35年目、うん、まあね、いろいろと
結構筋トレ費用結構用意してあれんで、そこから10。まあこれ中刃とかね、こういうとこも用意して振動でね、これも用意しているんですよ。本当結構振動でね、金属疲労っていうのがやっぱあのその経年変化の一番やばいやつやな。結構溶接してあるわね。こんなとこ。まあほんで後ろをね、これここにほら歯あれんけどね。なんちゅうわら切り歯じゃね。あのうん。もうアコなど、まあこれネックやって、まあなんでネックって言いますね。うん。もう弱いとこやって結局。もうここでいつも引っかかってはここで詰まってはって、ね、もう結局スピード上げれんげて、うん、分かる。ローでずっとゆっくり行ったら、うん、作業性悪いからもう言わと思ってこれ取っ払って、うん、いらどっちみち起こすんやから、うん、そうしたほんでスムーズにだから最初から外せばよかった新車からと思ったのこれ昨日若い衆たちがみんなこれ蓋はしないんですかっつって蓋は一応すれんな、うんうん、ここで上がるの、まあ、なかったらなかったやけど、まあでもこれオープンでダラダラ落ちとるやつってみんなびっくりしてる、このまま落とすんですかとか言ってたけど、うん、それで全然大丈夫、問題ないよって、ね、ここで詰まらすよりも詰まらせたら今度ねまあなんかセンサーでもついてるけど豆も一緒に落ちねん、わかる、なるな、飛んでって、うん、ただ何人かはまあ田んぼトラクターで起こせばそんなにそうや、そんなにトラコンバあの残差出るってことないってないないない、うん、だからもう外してもう外したらもう全然絶好調、掃除もしやすいしこうやって突っ込んでこうなんか取っても取れるっていうこれはまあ外した方がいいわもうこの手のまあ別にばらまいても全然問題ないしずーっとこれでばらしてもう10年以上外してうん、うん、でよくここ証拠機これ2番ねんけど僕の証拠機が結構ね通りに悪が溜まって去年8点詰まっとったねだこれ定期的にね、うん、まあ下もそうねんけどね2番のなんかここにいっぱいたまったあのプールの裏やね泥やね泥っていうか豆かその下とほんとね2番が詰まり出したり定期的にほらここ外して掃除するんやんけどでこれはまたねちょっと無理して雨の日とか濡れた日に買うと一発やここが詰まってね何ちゅうかあれはミンチかミンチっていうかもうみたいな味噌のミキサーにかけたみたいなのにカンカラカンだったもう詰まってもうガッチガチになるわ、うん、去年これでもうすげえ時間かかってたもん、まあ、だからちょっとあんま濡れた日にはほんと乾いた日に かればいいんやけどまあだから今日は無理やな、まあ、これもほら簡単にもうカバーもう外したらこれもう外しちまえばいいわみんなみんな外せてか外せやこれ簡単にこうやって掃除できるやんこうやってああ、うん、だからすぐ掃除できないんでカバーいらんって言って歯あったらなんか邪魔んな円盤カッターあったら邪魔んなしもう適当にここね掃除せんかったらだん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 開くなんかどうやらちょっと待って簡単にほら上ないからすぐにもう定期的にでこれの最大の弱いところってこれこの帯ベルト、うん、これがもうほらここ破れかけとれんだからもうほらあっちも隙間空いてきてすり減ってどっちか偏るとあだからこれ交換するときどうなん DC は A はどうなのカートリッジになってるんかなちょっと僕俺も詳しく知らんけどこれ変えるときねこうまずこれ外すやろ、うん、でもう上全部外さないもうこっから全部ほんで裏回ってもうこれも邪魔になってね要するに全払いねもうこっから上はで見るわけそこら辺のもう全部まずあれもねああ全部外さんかったらよく一応あれん部品はあれんけどそんな変えとる間がないやで変えたくないけどまあ2人がかりで1日かかるわやっぱ
で、まあ、これはね、もう買いたくないけど、なんか破れそうだし、破れた瞬間ね、まあ、1日はかか、1日思い切って、で、まあ、ここにもおれんけど、ここはね、比較的簡単で、これはまあ、全部バラさんでも、うん、そうやって抜けれんけど、うん、まあ、メインのやつは。あれは、まあ、もう、破れそうなもんなのに、もうちょっとなんか、まあ、後期型はどうなんかね、簡単にカートリッジになったんで、これ、こっから抜け逃げてな、ポーンって抜けてくれれば。で、まあ、それはしゃあない。これはまあ、見えるもんやから、あ、破れとんなって交換する。一番これで苦労したのは、まあ、燃料やね。まずエンジン。うん。燃料、エンジンが急に止まってかからなくなってんの。うん。落ちたらここになんかアクみたいもんが、はあ、うん、溜まって、要するにあの容器、うん、容器でこう入れるんやけど、うん、ポンプでこう入れたり、うん、ザーって入れれば中に開くたもん、うん、容器でこうポンプ入れろって、うん、ポンプ入れたりする、あの、うん、容器のあそこにある容器、うん、あのアクがねだん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 溜まってって、そこにあるやつやか、結局ノズルに引っかかって、うん、止まってんけど、うん、原因それは分からなくて、うん、まあ、結局これタンク一回外して中綺麗に掃除してん、まあ、中とかもいろんなあってんけど、うんうん、でポンプやと思ってポンプ変えてんけど、うん、ポンプ変えてんけど、ほら昔のポンプこれ大丈夫だよ、無事やって無事やってんけー、もーじゃあここにまあ、構図は簡単ねんけど、ポンプ抜けて、これここにポンプおれんけど、変えてんって、ほら、ピカピカやろ。なるほど。もう、ポンプじゃなかった。ポンプは絶好調やったポンプ、いや、出れんけど、なんか弱いんかな、なんか弱く感じて、弱いんかな、どうなんかな、ごっこさ動いとるなと思って。まあ、もう急いどくから、ほら。うん、わかる。もう来たポンプで、来たタンク、一回外して、一回スキムで洗って、なんか綺麗に、いっぱい出てきたわ、サビやね、まあ、案外ね、こういうとこで壊れんねんて、結局、ポンプが、燃料来ないってことはポンプかなと思わないね。うん。やっぱ、こう、パイプがあって、ここが、壁で詰まって。単純な理由ね。ただ、動脈硬化やって。もうちょっとこれ。チャージランプがね、ついとれんけど、あの、結局、ランプが、これがなんかつきっぱなしで充電しとなかったんで、はあ、うん、で、まあ、充電し、と思って、どこかなと思って、そしたら、うん、まあ、テスターでいろいろ調べてんけど、俺もあんまそんな電装系詳しくないから、うん、たらあのジェネレーターかな、そこのレギュレーターか、うん、その整流するやつ、うん、氷を整流して12アンペアにする、うん、12ボルトにする、うん、それかなと思って書いてって、うん、そこにあるわ、またもうこれ勉強になったけど、これなるほどね、これ書いてん、あこれかなと思って、これ結構パンクするから、うんうん、ここに入っとれんけど、うん、書いて、うん、あ、これでバッチリかなと思ったら機嫌に入れて、うん、あ、ほんなら電気起こしとらんねんわになって、これ、うん、オルタネータージェネレーター、発電機新品、うん、書いて、うん、もうこれやろと、うん、もうこれしか考えられんわなと思って、で、書いて、うん、で、ここにあれけど予備じゃないけど、もうやっぱあるんや、あららら、とっても綺麗かったよね、うん、ランプ、うん、充電しとらんね、うん、あれと思って、なんでやなんでやなんでやと思って、もうこれ断線しとるんかなと思って、一本ずつ線でテスターで全部調べたら、うん、これが断線しとって、中のこのコネクタの中が焦げとって、あー分からん、中ね、どっか線なら分からんけど、でテスターで全部、うん、あともう線しか考えられんから、うん、ハーネスね、うん、だこいつが切れとって、この緑のやつ、これなんか焦げとくけど、うん、中もうこうやってほら、ターシーが入っとるやつ、ここはもう焦げて、
なんでかで無理かかったの。いやーなんでかなと思って、なんかにかかったかな。だけどなんかどうしようもないし、これほら全部繋がっとくから結局前バスで繋いでこれとこれ、ここの緑はここ、ここもう縁切れとるん、縁切れとるん、もう焦げとるわ、うん、端子で、うん、で結局こうやってバイパス送って、これバイパスだから、まあ端子直せんし、これやってんって。だから案外案外単純なとこねんって、なんかすごいとこ壊れたかなとか。確かに、うん、特にこういう伝送系全部無事やった。これも確かに、もうこれももうだけこれですごい勉強になったわ。案外トラブル単純なとこねんな、うん、大体これかな、電気を切ったらこれかな、これかな、そうやな、あ、以外に安定しとらんかな、これかな、で燃料来ないと思ったら燃料来ない、そうや、うん、こんなめったに壊れるもんでもないね、うん、結構丈夫ね、車にもついとくけど、案外そういうとこがね、結局エンジンかからんだもん、ここのデコンプが引っかかっとったっちゅうだけやったもんな。あ、まあ、でもうインジェクションやら燃料ポンプやら散々調べた挙句やったもん、ね、あれも結局単純なとこ引っ張りすぎて、ロッドが行きすぎて、そう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 、でいろんな、まあ、見えるとこでもう溶接とかそういう修理とか、まあこはまあ、ベルトとか交換大変やけど、分からへんねん、そこが原因って、うん、見えるもんな、見えるから、うん、これを変えればいいんやな、うん、時間はかかるけど、うん、こういうのってほら電気系特に分かりにくいから、こうやってもったいない、どうするこれ、理由がないし、予備やな、予備やもんでもないし、予備やな、捨てるのも捨てる、あの欲しい人したら高く売るぞって違うか、うーん、もうね、全然一人で言うと、ああ、と思いつつ、はい、皆さん意外と何でも壊れたら単純なところをまず単純なことが結構多いから、注意せんかったら高い投資お金払って部品買って買えたらはい、要注意やね、はい、機械古くなるとね、はい、スーメカの貴重な体験談でございました。皆さん頑張って整備してください。イエーイ。これこれこれここ折り込み。おー、折り込みセンターだ、すごい。どこで下ろせんの、新しくだって分からん。はい、折り込みチラシ搬入終了です。これで良かったのかな、ちょっと段取りかわからん、いつもわーっと来てくれるんだけど、あっちが三河インター、コメリー、あー、なんかこう新聞の工場がこっち来たのかな、あれ新聞のロールだよね、でっかい、はい、出荷で34,200、バッチリ入れてくださいね、お願いします。はい、 SL41CH ナビ外されましたということで秋干し再開ですけど、今年あぜ秋稲刈り終わってからこうやってあぜだけ草刈りしてみたいよね。というのはあぜ塗りした時に草があるとうまくこうぴったりくっつかないっていうことで、あの草刈りしてみたんだそうですわ。まあ来年ガイアの予定なんで、さらに綺麗にできるんじゃないかなと思ってね。皆さんいろいろ考えてくれてます。はい、 SL41 頑張ってます。
たくさん下の方がちょっと見えるかな。しかし昨日の竜巻はすごかったわねえ。七七ナビの時のあのザーッと来た時におそらく竜巻が起きてたんだろうね。びっくり仰天ですわ。しかしあそこ煙出てるんですけどちょっとドキドキする。CHC ナビ、昨日原田君の、ね、説明フルに初めて聞きました。あ、いろいろこういうことになってんだなというのは分かってとても興味深かったです。まあ100万円ちょっと、まあ、これ高いか安いかということですけど、まあ、畑作の人はね10で手動でできるところはあれ CHC ナビで自動操作すると11畝できるそうですわ。だからその分1割収量アップだが、それを繰り返していけば十分ペイできるんじゃないかなと思って。だからスマート農業も結局どうやったらそれで自社の経営で収益が上げられるかっていうところを工夫していかないとね。ただそのなんか自動操作になりました、まっすぐ上できますっていうようなことじゃ収益上がらない。まあ、原田君も言ってましたよね。例えばきっちり重なりなしで耕していけば歯の消耗も少ないし燃費もいいしとかね、そういうことなんじゃないかな。だから実は目に見えてるその裏の収益性をどう自分たちで工夫するかっていうのがやっぱ本当のスマート農業の肝じゃないかなと思って昨日の実演会を見ながら思いました。じゃあ秋起こし頑張ってんで、イエーイ。最近ちょっと貢ぎ物がたくさん届くようになって、実はこれもうずいぶんもう18日ですよね。北海道の YouTube ファンからふっくりんこありがとうございます。届いてるんですけど試食する時間がなくて置いてありますって置いとったら、今度丹波篠山様篠山から枝豆が届きました。ありがとうございます。枝豆、おーすごいよね丹波の枝豆って。うお黒大豆だよ確か中身が。これうまいんだよね。ありがとうございます。ちょんちゃんなんで出とるがや。なんでちょんちゃん、はい、はい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 、どうぞ。富蔵様のお帰りですよ。おい、いつの間に。知らない。朝おったよ。知らない。はい、KL3950 市街地の秋起こしです。
だろうな。あ、そのあたり。咲いた。さあ、もう行ったね。はい、ということで市街地明け越ししてます。あー、盛大に泥落としてた。そんでもかなり注意してやったんだけどね。はい、ということでガンガン明け越し進めていきます。イエーイ。